こんばんは。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。今なんか見えた。なんか見えた、この辺に。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。こんばんは。そう、今日はね、美容院に行ってきました。美容院に行ってきたので、ちょっと早起きしたんだけど、その後にめっちゃ寝てた。美容院って言っても全体を切ったわけじゃなくて、前髪もほんとちょっと切ってもらったのと、あとこの顔周りのここを綺麗にしてもらいました。伝わんないよね、あんまり。そう、ここはね、そう、自分ではいじらないって決めてるので、ここは美容院でお任せするって決めてるんだけど、ここの髪の毛は、そう、昨日までちょっと長かったんだけど、綺麗になりましたって言ってもあんま分かんなそうだけど、こんな感じです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、でも朝行ったので、そこから寝てましたね、ずっと。ずっと寝て、気づいたら夕方みたいな感じだった。そう、久しぶりにお休みだったので、そう、嬉しかった。もうずっと、なんか9月入ってからさ、なんかもう毎日踊りすぎて、そう、毎日踊ってたからさ、歌って踊ってみたいな感じだったから、歌って踊って毎日なんか誰かしらと会ってみたいな生活だったので、久しぶりになんかのんびりって感じで嬉しかったです、とっても。こんばんは。こんばんは。そう、さっきまでではないけど寝てたから、そう、やっとさっきご飯食べました、夜ご飯で。そう、全然さ、なんか夕方とかまで寝てるとさ、別にお腹も空かないしみたいな感じだったから、何ラーメン食べたの？何ラーメンなんだろう、わかんないんだよね。
でも豚骨ではない気がするけど、豚骨でもなければ味噌ラーメンでもなくて醤油でもなかった感じ。なんかなんか難しいラーメンだった。なんか難しいラーメン、なんかね、すごい、なんか初めてでも行くお店だったの。何ラーメンなんだろう、塩かな。まあでも豚骨でもなければ味噌でもなくて醤油でもなかったら塩だよね。まあでもじゃあ塩か、塩ラーメンってことにしとこう。こんばんは。ベトコンラーメン食べたことある？あるよ。もうずっと食べてないけどありますよ、ベトコンラーメン。今日行ったラーメン屋さんはなんかね、なんか女の子がね、なんかキャラクターの女の子がなんかいるラーメン屋さんだったんだけど、もうなんかぼーっとしてたからさ、わかんないや、お店の名前が。ぼーっとしてたからわかんないけど、でも美味しかったです。なんかね、全国にあるのかな、わかんないけど、なんかすごかった。ありがとうギフト。あのなんだっけ、もやしがいっぱいさ乗ってるラーメン、そんなラーメンいっぱいある？もやしがいっぱいも乗ってるラーメンでさ、そう、もやししかもう見えないみたいなラーメンだったの。ありがとうギフト、ありがとうございます。服、あ、それですね、それです。そのラーメン屋さんに行った今日。ラーメン服っていうの、そう、それです、それそれそれ。全国にあるの？初めて行きました今日、美味しかった。けどね、あんまりお腹空いてなくて結構頑張って食べたって感じだったけど、けどラーメンってさ、ゆっくり食べると伸びちゃうじゃん。そうだから結構さ、せかせかしながら食べるんだけどさ、そうそうそう、あ、そうなんだ、名古屋付近だけど、あ、そうなんだ、初めて知った。そう、なんかね、行きました今日。じゃあ私はもうカジキンに行きたいんだよ。カジキンに行きたいんだけどなかなか行けないんだよね。今日行くべきだったかな。けどちょっと家族と行くのはちょっとね、なんか恥ずかしいからメンバーと行きたいんだけど、そう、私はもうカジキンに行きたいの。もうだってさ、10月いっぱいでしょ、やってるの。意外と時間なくない？だってさ、もうリハ、またリハ再開してさ、10月の12からさ、13、14とさ、あるじゃない、あるじゃないですか、そのコンサートが。カジキン行けるかな？行きたいんだけど。ありがとう、ありがとうございます。まだゆずちゃんのカード引けない。じゃあまだ食べなきゃだね。食べなきゃだね、それは。引くまで終わっちゃダメだよ。怖すぎ。引くまで終わっちゃダメだよ。ありがとうギフト。皆さんも行きましたか、カジケン。ちゃんとチームエースのトッピングで食べてる？そう、食べたいんだよ私も。行きたいんですけどなかなか行けない。こんばんは、ありがとうギフト、ありがとうございます、ありがとう。
コラボ期間入った途端公演少なくなっていけるチャンスね。なるほどね、確かにそうだよね。今絶賛でもリハ期間中だからな、ここに公演入ってくるって思うと結構しんどいかもしれないから周年婚の時にぜひ行ってくださいぜひ行ってください、お待ちしてますすごいカジケンの店員さんみたいな、お待ちしてます、お店に来るの、お待ちしてます。こんばんは、こんばんは。ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう、今日も暑すぎてやばい、なんかほんとお家にいるだけなのに暑いとかさ、よくわかんないよね。外にいて暑いならまだわかるけど。ありがとうギフトありがとうございます。こんばんは、暑いよね。ありがとうギフト。ありがとうございます。でもあれじゃん、あさって S 公演じゃない？久しぶりの、久しぶりの S 公演じゃない？もしかして。楽しみ、アズアズの生誕祭です。嬉しいね、 S 公演いつぶりだ？結構久しぶりじゃない？そう、八期後の放送もあさってです。そうなんですよ、そうです、八期後の放送もあさってあります。こんばんは、皆さんぜひ見てくださいね、放送も。もう1ヶ月も、1ヶ月以上か、1ヶ月以上経っちゃって、あっという間だね、なんか本当に早いね。鉄菜はだいぶご無沙汰じゃない？鉄菜出てないね、鉄菜2ヶ月ぐらい出てない、1ヶ月ぐらい出てないですね。
ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。もう手綱ってさ、なんか出るときめっちゃ出るのに、出ないときは出ないの、なんかめっちゃ謎よね。そう、個人的にめっちゃ思う。なんか偏りすぎじゃないみたいな。ステージで緊張しない方法ある？私毎回緊張するんだけど、緊張しない方法、なんだろう、毎回緊張するからな、難しいけど、緊張しない方法か。どういう緊張によるんじゃない？どういう緊張かによりそうじゃない？なんかもう早く終われって思うなら、終わってほしいの緊張とかならさ、もう終わるのを願うしかないわけじゃないですか。まあいつか終わるんだからって思うけど、でもなんだろう、私はもうわかりません。でもいい緊張って感じです。なんかすごい緊張してどうしよう、喋れないかもとかっていう緊張じゃなくて、あの緊張感を持って公演出てるみたいな感じなので、緊張しないようになるならもう慣れじゃないですか。慣れるしかないと思います、そういうものに。ありがとう、ギフト、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。オーディションの時はなんか初めて受けたのもあるけど、受かると思ってなかったので緊張とかはなくて、って感じだった。あんま覚えてないんだよね、だから。いや緊張してたんだろうけど、なんかね、あんま覚えてないのが本音ですかね。ありがとう、ギフト、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、こんばんは。だってこの部屋暑い、クーラーつけてるのに暑いよ。なんかそのさ、髪の毛もさ、絶対さ、首が隠れてるとさ、めっちゃ暑いんだよね。そのここら辺になんかがあるとさ、めっちゃ暑く感じる。暑い。そう、今26度。下げようかな、下げようかな。今ね26度です。
けどやっぱリモコンが遠いんだよね。そうリモコンが遠い、絶妙に遠いんだよね。手伸ばしても取れないんだよね。頑張らないと。そう頑張ってちょっと届くかなぐらいだからさ、そう頑張れない頑張れない、ちょっと。頑張れませんね。私風量めっちゃさ、めっちゃ来るように設定してるはずなんだけどな、全然今止まってる。涼しいからかな、一回止まってる今。この前のジュースみたいには近くないの。何のことと思ったらオレンジジュースの話ね忘れてた、普通にオレンジジュースのやつね、くだりありましたね。そんなようなやつ忘れてた。今そのコメント見てなかったらもう私の記憶から消えてました。に忘れてたよ。私今普通にさ、なんかジャージ履いてるからさ余計に暑いんだよね。私結構家だとさなんか短パンみたいな履くんだけど、スウェットの、今それじゃないから余計に暑い気がする。最悪だ。そう、さすがにちょっと短パンでラーメン屋さんは行けなかったので着替えたんですけど、暑いですね。もう9月末のね、ね、本当にいつまでこの気温は続くんですか？さすがにちょっと暑すぎる気がするんだけど。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。いや本当にもう秋になってほしいんだけどな。そうなんかさ、もう夕方、まあ、17時とかはさすがにあれだけど、18時とかになってくるとさ、もう最近ちょっと暗いじゃないですか。なんかそれぐらいの時期にはもうなんかいい感じの涼しい風が吹いてるイメージだったんだけど、全然暑いよね。私のちっちゃい頃はなんかそういう感じのイメージだったんだけど、もう昔とは違うってこと？
こんばんは。今日は秋冬に向けてめっちゃ服買ってきた。いいね、服欲しい。夜が来るの早くなった。そう、なんか急にさ暗くなるの早くなってちょっとさなんか寂しい。そう、ちょっと寂しい。本当に暑いのやだな。ちょっと秋服好きすぎてさ、秋服しか着たくないぐらい秋服好きなんだよね。まあ、夏服も可愛いし春服も可愛いし冬服も可愛いけど秋服が一番好き。一番可愛い気がする。秋服秋は色味が好き。確かにいいよね、秋って可愛い。秋服はね、なんか程よい露出って感じで好きなんだよね。夏よりかはなんか、なんて言うんだろう、上半身とかはあったかい格好しててもさ、やっぱスカートとか履いてもまだなんか寒くない感じとかが好きって感じ。秋はそう、コートとかさなんか着膨れしちゃうじゃん。だから多分好きじゃないんだよね、コートとかなんかダウンとか。そう、秋服は上着とか着なくていい時期のが好きだな。ミニスカート派の石黒さん、そうですよ、そうですよ。今年も履いちゃうんだから。今年も履いちゃうんだからね。私はでもね、ロングブーツがめっちゃ好きなんだよね。もうロングブーツに何年か前にハマってから、もう毎年ロングブーツ履くの楽しみに生きてるんだけど、そう結構な長い期間履くから、もうそうずっと履いてる。秋から秋冬春にかけて夏以外の季節で、そう、もう履き潰してます。そう、ロングブーツ可愛いんだよね。こんばんは。なんか衣装とかでもロングブーツみたいなやつだと可愛いってなります。可愛いってなる。エスコーヤはあんまロングブーツの衣装ないけど、他の公園だとあるかな。 K2 公園とか最初の衣装とかさ、ロングブーツだよね。あれ可愛いなって思う。
クーラーが動き出してる。急に。あ、涼しい。涼しい。いいね。来ました。急な風が。急な風来ました。音うるさそう、大丈夫ですか？ゴーって言ってるけど、私の部屋のクーラーがゴーって言ってるけど大丈夫？これクーラーもいつまでつければいいんですかね。でも私なんかベッドとかのベッド周りはさ、ほんとなんか片付けるのとかめんどくさすぎて、結局なんか日によるじゃないですか。だからベッド布団っていうのはもうずっと変えてない。干すとかはするけど、夏用の布団とか存在するけど変えてない。めんどくって。そうだから未だにさ、そのさベッドのさ下に敷いてるさなんかやつもさ、冬のさなんかモコモコのやつで寝てるそうモコモコ、下モコモコのシーツみたいなので寝てる。ずっと冬です、私のベッド一生冬だし、あの布団もなんか羽毛みたいな、羽毛布団あるし、あの羽毛布団の下にもう一個なんか薄っぺらい毛布みたいなのを使って寝るんだけど、それもありますそう、めんどくさくて。そうだから結構ガチガチ冬そう、私のベッドだけは冬です。もういつまでたっても冬ですけどクーラーが真上にあるんですよ、私の部屋の構造的に。そう、上からクーラーの風が来るみたいな感じだから結構寒いの。だからちょっと布団が欲しくなるぐらいの寒さって感じなんだよね。そうだからいいんですよ、それでも。そう、私なんかなんていうの、折りたたんで寝てるから、その布団をさこうあってあるけど、こうパタンってこうパタンってやってるから、そう大丈夫なんですよね。そう、意外とね、意外といけてるね。そうでも変えたいんだよね、その布団のなんか一式変えたい今。なんか枕とかもさ結構さなんか一緒にいるんだよね。でもお気に入りだから変えたくないんだけど。そう、枕はなんか高さがあるのが好きだから、普通のなんかこういうこれぐらいのやつを2段にして寝てる。そう、2段重ねて寝てます。そう、高いやつが好き。マットレス変えたいけど何が分かんない。
マットレスのゆず結構柔らかいの使ってる。柔らかいのとかなんか沈む系そう沈む系のやつ使ってる。高いと首が痛くならない。でも私仰向けで寝れないんだよね。仰向けで寝ようとする時もあるんだけど、結局うつ伏せとか横向きになっちゃうから、高いくてもって感じ。そう、結局なんか枕使うような寝方しないんだよね。なんか使うんだけど使ってないみたいな。そう、でもどうしてもうつ伏せか横向きじゃないと寝れなくて、仰向けで寝れないんだよな。いや本当になんかめっちゃ眠たい時は仰向けでも寝れるんだけど、最初は寝れてるんだけどね。そう、結局変わってる。朝起きると大体うつ伏せで寝てます。うつ伏せで顔は左向きじゃない、右向きで寝る。そう、体は下だけど顔だけ横みたいな状態で寝る。首痛めそう。今んとこあんま痛めたことないなあんま痛めたことはないけど、クーラー止まった。ちょっと弱くなった。今涼しくなったからかな、部屋が。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。温度センサー付きのクーラーなの。わかんないんだよね。あんま詳しくなくて。そう、あんま詳しくなくて。詳しくないというか、なんかあんまり興味がないそう、興味がないので、まあついてクーラーついてくれればいいなって思って過ごしてるから、そう、別にそれ以外は特に何も求めてないです。こんばんは。でも結構な年数ね、涼しくしてくれてるので、私の部屋を涼しくしてくれて、時には暖かくしてくれるので感謝ですね。硬い枕と柔らかい枕どっちが好き？うわー、むずいな。でもなんか硬い枕だったらいらないかもいらないかも、使わないかも。硬い枕、ホテルとかたまにガチガチの枕とかない？あれだったらいや、いいかなってなるけど、なんか程よい時は、程よい
枕が置いてある時は使わせていただいているけど、柔らかすぎるのも嫌なんだよね。難しいよね。だからむずいな。そば柄とか使う。何そば柄って。初めてその単語聞いた、生まれて何そば柄って何、何それマジで、え何それ疑問。何そば柄って。そばの皮みたいで、何そばの皮みたいなやつって、そばの皮が全く想像できないんだけど、どういうこと？いい枕ってこと？私今枕はね、2つあるうちの2つともキャラクターちゃんのキャラクターちゃんの枕使ってるんだあ、本当動いたそう、キャラクターちゃんの枕使ってるからね。そう、もうずっと一緒にいます。1個はまだ1年経ってなくて、もう1個は結構ずっと一緒にいる、もう6年くらい6年くらい共に過ごしてますね。一時期使ってない時もあったんだけど、やっぱこれだなって思って、一時期全然違うすんごい柔らかい枕とか使ってたりとか、あとはなんだっけ、マットレスを買った時についてきたなんかセットみたいなやつを使って寝てた時もあったんだけど、そう結局ね、そうこれが一番やってなって今使ってるやつをそう使ってます。ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。マットレスいいの使ってるんだっけ。いいのかどうかは分かんないけど、でも柔らかめのやつ使ってる。柔らかめのやつです。こんばんは。こんばんは。でもマットレスとかさ、ほんとなんかいいやつはめちゃめちゃいいって言うじゃん。でも今ので私十分ほんとに寝れてるからさ、ほんとになんか睡眠の質が上がりますとかいうマットレス使っちゃったらほんとに起きなくなる気がして、一回寝てみたさもあるけど、どれぐらい起きないか、ほんとになんか起きてこなくなるかもしれない、そんなもので寝てしまったら。今のでも十分だし、なんなら床で寝れちゃう人だからね、マットレスなど使わなくてもいいぐらいの人間だから、まあ、床で寝るのはちょっと良くなさそうだけど、
まあでも気になるよね。でもなんかホテルとかのちょっとなんか硬くはなんかめっちゃ硬いわけじゃないけど、なんかあんまり弾まない感じ、沈まない感じか、沈まない感じなのも好き。伝わるかなこれ。私結構なんか自分のベッドが乗るとちょっと沈む感じがするんだけど、ホテルのベッドってさ、なんかさ沈まないじゃん。ああいうのも好きです。でもなんか毎日あればちょっと嫌だけど、そう、そう毎日は嫌だけど好きですね。枕とか変わってもちゃんと寝れる人、うん、全然寝れる人全然寝れる人。私ホテルって泊まるとさマイペースにならない？なんか私ホテルだとすごいいつも以上にのんびりしちゃってさ、なんかあんま起きれないんだよね。いや起きれるんだけど、なんかのんびりしちゃって、そう集合時間結構やばいやばいってなる、いつも。そういつもなんか二度寝デフォでしちゃう。あんまりなんか遅い集合の時ないからかな、ホテル泊まるって聞いてて。私大体朝早い集合だからさ、トーク会とかもさ一部とかからだとさ結構なんていうの、朝早かったりするんだけど、そう最近そんなのんびりホテルいることないからあれかもしれない。だからこそ二度寝しちゃうかも朝早くて。でも結構ね、私綺麗に過ごしたいので、スーツケースとかはそんな結構すぐ出れるように整える派です。そう本当にあのもしめっちゃギリギリまで寝ちゃったとしてもすぐ出れるよ、出れるぐらいの、そう準備をしてから寝る。そうちょっとねぐちゃぐちゃにするのあんま好きじゃないので、そうだねって話をしてたらもう50分だった。終わろっかな、そろそろ。ありがとうございました。ありがとう、また明日。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、また明日ね。おやすみ。バイバイ。ありがとう。ギフトもありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみ。